今日ね、昨日私誕生日だったの、6月26日。今日は、6月27日なのね。で、昨日、野辺山に行ったの、練習で、合宿ね。うん。でね、今日、練習が終わって、普通に帰ってくるかと思ったら、なぜかね、エクスピアリに連れて帰ったわけ、私。今まで野辺山にいたんだけど、野辺山から、なんか帰ってきてたの。で、なんか、はるちゃんとお泊まりの予定だったのに、お泊まり、はるちゃん家にそのまま行くのかと思いきや、なぜか南春名橋の練習ありますって言われて、その前になぜかエクスピアリに連れてこられました。えぇ？と思って。で、まあでもなんか、私のフィアンセが言う、私今日フィアンセと来てるんだけど、将来のね。Yes！将来誰も結婚してくれる人がいなかったら一緒に結婚することにしたんだよね。うん、私のフィアンセが言うには、単に私をディズニーの雰囲気を味わわせたかったとか言って、エクスピアリに連れてからで夜ご飯食べて、ごめん、今から練習だみたいな。今から練習だからリンク行くよとか言われて、ってなってる時に、連れてこられたのが、ディズニーランドの近くのホテル大倉に連れてこられたの。よかったね。多分これマミーからの誕生日プレゼントなんだけど、うん、ほん本当に嬉しい。でもね、さっき電話したら、私てっきりここまで連れてこられたと思ってディズニー行くもんかと思ったんだけど、ディズニーはチケットが取れなかったらしいからないらしいです。だから今日一泊して帰るだけなんだけど、まあそれでも嬉しいよね。この子と将来を過ごして、明日はいいご飯食べて帰りましょう。帰りましょう。帰るらしいです。カチューシャでも買う？カチューシャ買って C の前まで行って写真撮りましょうね。それ帰る。サプライズなのか拷問なのか分かんないけど、まあそういうことです。今はコンビニに向かってるとこなんだけど、駅がね、すぐそこにあるの。そして眠れる森の美女が流れてくるよ。疲れた。はい、カット。今ね、なんか教祖様が来た。これ教祖様なんだけど、なんか親に9時にプレゼントが届くよって言われてて、それまではるちゃんと待ってたんだけど、え、プレゼントってなんだろうと思ったら、教祖様がね、ケーキ持ってきてくれた。こんなに私サプライズされたことなくて本当に嬉しい。ありがとう、みんな。お願いします。お願いします。でもこれでディズニーは行かないんでしょ。まあそんな近いのにね。ね、ディズニーは行かないらしいから、まあじゃあケーキを食べてみんなで楽しむね。ゆこちゃん、何見て。いやーやばい。見て。イエーイ、ディズニーに行けらしいよ。だってなんかね、本当に何年も毎回ディズニーに行きたい行きたい言ってて、やっと行けるの、嬉しい。イエーイ、教祖様でーす。イエイ。やだやだ。はい。これ、めちゃくちゃ私も飲みたい。はい、乾杯。乾杯。見たかった。ありがとう。あ、これチョコじゃないのね。何だった？メレンゲ？プラバ。なんだっけ？プラネット？プラバ版とか言った。そんな感じなかった？10点中3点だね。いただきまーす。せいかちん、おめでとう。ありがとう。ホテルのお部屋がものすごく綺麗だから、みんなにルームツアーしようと思います。今これはおトイレね。開けごま。あ、開いた。ここがバスルームでーす。すごく綺麗なの。イエイ。いろいろ揃ってますね。で、アメニティも綺麗に育ってます。で、ここになんかまあいろいろあって、
いろいろあってバスタブがあります。ね、ここがシャワーね、すごい綺麗ってかすんごく広いの、すごくなんかもうなんか踊れそうだよ、踊れそう。でここを開けるとね、私たちのベッドルーム、もう汚いからここら辺は映せないんだけど、カーテン開けるとディズニーランドではないんだけどベイサイドステーションが見えます。あ、教祖様とフィアンセはもうお眠りでしたね、すいません。起きて起きて。こんな感じでした、ルームツアーは。今からお風呂に入るから見ないでね。これのちゃんと夜の恒例の足上げタイムです。